の愛知です。今回はイベントの告知させていただきます。去年ですね、まあ、50万人突破することができて、50万人突破記念イベントをですね、春休みに、とか YouTube スペースでやりたいなって思ってて、まあ、今回春休みにね、させてもらうことになりました。で、内容としては、1部と2部がありまして、1部は完全に自分だけのイベントなんですけど、2部はですね、ゲストに来ていただいてやるものになりますので、まあ、興味ある方、ぜひね、応募してもらえたらと思います。じゃあ、詳しい説明やっていきますので、ぜひね、最後までお付き合いください。では、痛い。では、まず一部やっていきましょう。では、詳しいの表示しますね。こちら、まあ、3月30日。で、こちらの一部は13時、お昼の1時スタートで、約2時間、まあ、5、3時ぐらいに終了予定となっております。でね、一部の方は、完全に自分の個人の、ファンの皆さんのね、との交流イベントみたいなイメージでいてください。まあ、内容はね、これからいろいろ考えていこうと思うんですけど、まあ、みんなの前でいろいろね、喋ったりとか、あとは、応募フォームに書いてあるんですけど、筆記用具をね、ぜひ持ってきてください。多分、ちょっとだけね、勉強させます。多分ね、まだ決まってないんだけど。そう、まあみんなと楽しい時間過ごせたらなっていうふうに思ってますので。で、こっちの一部の方は、個人的に、まあサインをね、もし、してほしいって方がいれば、サインをしたりとか、個人で、写真撮影したりとかすることもできますので、まあ興味あることは、ぜひね、応募してみてください。で、これは一部二部共通なんですが、ちょっとここでも喋らせてもらいます。注意点があって、まず、15歳未満の方、つまり15歳になってない方ね、は、保護者の方が同伴してもらえないと、当日入ることができません。で、例えば、じゃあ14歳の子、友達2人で応募したとします。14歳ね。の時は、自分の親、つまり保護者の方が2人ついてきていただかないと、入ることができないです。どっちかの親がいればいいでしょうっていうことではないので、そこも注意してください。で、あとは、15歳以上、20歳未満の方はですね、保護者の方の、同行じゃなくて、同伴は必要ないんですけど、同意書がないと入ることができません。なので、そこをまず注意していて、まあ、保護者の方の確認をね、取ってもらわないと、当日といえば、まあ、なくても大丈夫っしょみたいなことはないです。YouTube スペースセキュリティかなりきっちりしてるので、絶対入ることができません。だから、この点ね、保護者の方の同伴していただきたりとか、同意書を書いていただくっていうところをあらかじめ確認していただいて応募していただけるようにお願いいたします。で、あと細かいことなんですけど、その応募するときにメールアドレスが必要になるんですけど、これがね、Gmail を使わないと応募できないんですね。で、まあ、Gmail 持ってないよって方もいると思うので、それは応募フォームに、こっからアカウントの取得できますよって、まあ、無料なんでね、そちらを登録していただいて、で、応募という形でよろしくお願いします。では、2部の方行きましょう。で、こちらは時間が、今、夕方の16時、4時スタートで、終了が18時、終了、まあ、6時にね、終了予定となっております。で、まあ、気になるゲストですよね。ゲスト、お二方、来ていただきます。呼び乗り匠。はい、ということで、まず一人目のゲストはですね、呼び乗りの匠先生に来ていただきます。クイズノックスガイ。二人目のゲストは、クイズノックのスガイくんに来ていただくことになりました。ということで、今回は、まあ、私、ハイチと、匠先生とスガイくん、この三人のトークイベントをさせていただきます。菅井くん初対面。で、こちらのトークイベントはもう3人が前に座っていて、まあ、司会の方にも入っていただくんですが、いろんなテーマでもうただ本当にトークイベント話していく。で、それを皆さんに聞いていただくっていうイベントになります。で、2時間時間があるんですけど、前半1時間が YouTube で生放送予定です。で、後半1時間は生放送を切って、まあ、そこの会場の皆さんと、まあ、ちょっと一緒になんかできたらいいなって今企画考えてるんですけど、まあ、そんなことをやっていくイベントだと思っておいてください。で、一部との大きな違いとしては、こちらはファン交流イベントっていう意味合いがちょっと薄いので、例えば一人一人個々にサインを書いたり写真撮影するっていうことはできません。皆さんにはトークイベントを聞きに来ていただくっていう形になりますので、その辺はしっかりね、確認しておいてください。で、こちらもね、一部にも話しましたが、15歳未満の方は保護者の同伴が必要です。で、15歳以上20歳未満の方は保護者の同意書が必要になりますので、そこはあらかじめ確認した上で応募していただければと思います。で、一部と二部共通したことになりますが、当日会場内、自分のビデオで撮影します。まあ、自分のね、スタッフに撮影してもらうんですけど、
なのでそれを編集したものを後々自分のチャンネルに動画として投稿する可能性があります。まあ、2部に関しては生放送もあるので、なので YouTube に残る映像に、皆さんの来ていただいた方の顔が映り込む可能性はかなりありますので、まあ、そこもあらかじめご了承いただいた上でぜひね応募していただければと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。で、応募フォームはこちらの動画の概要欄に貼ってありますので、まあ、期限もありますからね、保護者の方と、まあ、相談が必要な方は相談していただいて、どしどし応募ぜひぜひね、お待ちしてますので、よろしくお願いいたします。皆さんに会えること、まあ、匠先生と菅井くんと一緒にね、会えることを楽しみにしておりますので、ぜひ応募よろしくお願いします。